ベースメントっていうあの中年男性、まあ、割と僕に近い年齢のものを主人公にした、ルポライターの映画を撮ってはいたんですけれども、まあそれがそこそこやっぱ自分の経験とかを反映してディープなものができたなっていう自分なりにはそう思ってたので、またちょっとそれと似たような企画を撮りたいなっていうことで今回の企画させていただきました。それで、まあ、やっぱりあの裏社会を取材するっていうので男性よりもちょっと女性がやってた方が面白いんじゃないかとか、まあ、いろいろ考えまして、それで若い女の子がそういう世界のことを取材するという内容に今回した次第です。そうですね、まあ、僕ともう一人プロデューサーの大勝美沙さんで二人でまあいろいろ当たってたんですけども、やっぱり一番大変だったのがその主人公のまあルポライター役で、そこは本当に、まあ、杉原さん最終的に決まったのがですね、もう本当撮影直前ですよね。そうですよね、直前でした、うん、はい、本当数週間前の話ですよね。そうです、すごい直前だって、はい、はい、まあ、杉原さん会った時にあこの子だみたいな感じで、はい、行けたんですけれども、本当撮れるのかなみたいな、まあ、そこが全然決まらなかったのでっていう大変でしたね。シナリオ書いて、まあ、先にほぼ固まってて、それのイメージに合うっていう、まあ、芯の通った、まあ、いろいろ突っ込んでくる女性っていうところで、まあ、それで杉浦さんのイメージがぴったりだったなっていうところで、はい、そうですね、どちらかというとこう普段は取材を受ける側だったりするので、まあ、本当にまさにこういった形で受ける側なので、うん、逆の立場に自分が立つっていうのはかなり新鮮でした。もうまずは、私今回 の, あの作品で映画の主演をさせていただくっていうこと自体がもう初めてのことだったので、何よりはもう全力でお受けさせていただこうっていう、本当託していただけたことに感謝だったので、そういった気持ちが一番最初は本当にもうそれが決め手でした。はい、もう芝居自体も本当に本格的には初挑戦でした。また今は監督もおっしゃっていただいてたんですけど、本当に決まったのもすごくギリギリ でやっぱりルポライターとしてのこの取材の あの掛け合いだったりとか、セリフ量としてもかなり多いっていうのは、あのカメラマン役の半沢を演じたあの上田さんにも結構そういった話はあのやっぱり演技の経験が終わりだったのでたくさん言われてて、でも私はまあいい意味でそれがこのセリフ量が多いのか少ないのかっていうのもちょっとわからないところもあったので、記憶力だけは母譲りなのでなんとか覚えようと思って頑張ってやりました、ね、あとまあたまたまだったんですけど、うん、結構あの別のお仕事も集中した時期だったりしたこともあって、関西のレギュラー番組とかの収録が入ってたりとか、なんでそっちでは MC をやるための台本を覚えて、楽屋ではコネクションの台本を覚えてとか、寝そうになりながら新幹線とにかくあと16ページを覚えたら家に帰って絶対寝るって決めたりとか、なんかそういったことで毎日20ページ弱ずつぐらい覚えた記憶があります。そうですね、あのこういう取材を受けるときとかはもう分かりやすく詐欺師ですって言ってるんですけども、あのこの作品では詐欺師まがいということで、一番人間らしい部分がある人なんじゃないかなと思って、うん、そのまがいって結構曖昧な言葉だと思うんで、多分どこまでそれを考えてまがいっていう言葉を監督とか今回の方が書いてくれたとかは分からないんですけども、そのまがいっていうのはすごく僕的には重要視した言葉でした。で、なんだろうな、なんか本当に僕の持ってる詐欺師のイメージは本当に頭が切れて自分の本当のところは全部隠せるようなより完璧に近い人間なのかなとは思ったんですけども、まがいって言葉があるのでそこが完璧じゃない人なんだろうなっていうのを感じながら、よりちょっと人間こういう人いそうだなっていうのを想像しながらちょっと演じさせていただきましたね。そうですね、あの昔実話師でライターやってた時には催眠術を何回か取材はしました、ね、あの、はい、あの女の子にかけてもらったんですけど、その女の子にはかかんなくていいよみたいなことを裏で言っといたんですけど、本当にかかっちゃって、あ本当に催眠術ってあるんだってちょっとびっくりしました、ね、なんかあの本当にエキストラの方もたくさん関わっていただいた、あの大きい会場というかそこでのやっぱり掛け合いに関してはこうすごい大人数の中で2人がこう敵対視する部分と、ちょっとあの私が裏に走っていって2人で本当にこうひっそり掛け合いというかっていう部分とっていうのは、私の中ではちょっと差をつけたつもりではあったんですけど、やっぱりこうなんだろう、本当に
価値観とかがまずその役どころとしてなんですけど、価値観とかが全然あの違う部分に大切なものをに大切な重きを置いてる部分がかなりあの役どころと全然こう対比するっていう部分を表現はしたかったので、うん、なんかそういったところはあの演じられたその佐々木さんが演じた目線とか顔の動きとかとはちょっと私は対比した感じでやりたいなっていうのは個人的には思ったりしてました。はい、すいません今更なんですけど。なんですかね、僕は、面と向かってあの会話をするシーンは杉枝さんとしかなかったので、うん、逆になんか他の人との差をつけるっていうのはなかったんですけども、うん、なんかすごい見てくるんですよ。だからそれがすごくあの自然なお芝居につながったんじゃないかなと思いますね。なんかお芝居って本当目線のやり取りが一番大事だと思うので、無音になってても目で見てるだけで間が持つっていうのが、まあ、あのお芝居ではよくあるとは思うんですけど、それがもう初めて挑戦するとは思えないぐらいあのしっかり役に入り込んでいらっしゃったので素敵だなって思いました。なんかこう大きくビジョンというよりかはなんか今言っていただいたこともすごい嬉しいなと思うんですけど、なんか例えば今回だとその綾乃の役としてやっぱりすごく芯の強さっていうものを見せたいなとか、なんかこうそれを見せようとするとかじゃなくって、彼女のこうどんどん突拍子もないなんかこう突っ込んでいくところを犯罪に止められながらも助けてくれたりとか、なんかこうみんなをプラスの方向で巻き込みながら、なんかすごい芯の強い女性っていうのを演じたいなっていうのがあったりして、なんかとにかくこう演じていくことっていうのがすごく好きで、もともと小説を読むことが好きだったりもするので、なんかこういった物語の中に入ったり、自分の人生って一回ですけど他人の人生をこう生きることができるお芝居っていうのは本当に面白いなっていうのを改めて今回の現場でもすごく感じてて、なのでなんかそういった部分はどんどん今後も自分のまあなんかこう生きていく中でライフスタイルとしてお芝居のお仕事にも挑戦できる機会をいただけるのであればやっていきたいなっていうのはすごく思いました。あとはやっぱりこうアーティスト時代も経験して映像っていうものがすごく好きなんだなというふうに思って、今回こう作品を撮って現場にも携わらせてもらって、その映像ができて完成を見てなんかいろいろと思うこともたくさんあったので、なんかこういいももちろんそうだし、あもっとこうできたかなとか、なんかそういったことをどんどんなんかこう生き物としてたくさんのなんか人に届けられたら、なんかそういった部分でコミュニケーションを取れるというキャッチボールを取れたらもっと人生が豊かになるかなっていうふうには思ってます。うん、はい、まあ、舞台とあの映像の作品のお芝居をいつも聞かれることが多いんですけども、うん、どうしてもあの演じてるしどっちも人間を演じてると僕は思ってるので、うん、そこに大きな差をつけてることはあまりなくて、強いて言うなら細かい表情が見えるのが映像だなってすごく思うし、そこをよりよくあの演出をつけてくださるのが監督なんだろうなっていうのをすごく感じてます。あ、舞台だとどうしてもあのお客さんとの距離が遠かったりするので、大きな表現をつけていただくことが、舞台の演出家さんがすることなのかなとも思ってるので、あの見る側としてはそういうあの見る観点を変えてもらえれば楽しんでもらえるんじゃないかなと思いますね。もう本当に出てくるキャラクターがもう綾乃だけじゃなくって全員すっごく濃くて、なのでやっぱりこう初めて見てくださったお客様、この世界が多分もう普段絶対知らない世界じゃないですか。私たちでさえ台本読んでこれ演じられるのかなっていうぐらい全く知らない世界だったので、なんですけどどこか全く知らない裏社会がなんか本当にどんどん物語が進んでいくにつれてなんかジェットコースターに乗ってるようにちょっとなんかこう爽快感もあるような、もしかしたら劇場出た時にこういった世界が広がってるのかななんてちょっとドキドキするような気持ちも味わってもらえたら、この作品の面白さが皆さんに伝わったっていうことなのかなっていうふうに感じます。実際に行われてる世界でのお話なんだなっていうのがすごく見どころだなと思ってて、やっぱりその井川監督が実際にやられてたお仕事ということで多少のデフォルメがあったりするのかもしれませんけども、まあ、でも説得力がやっぱり違うなっていうのがすごくあって、見飽きないというか、
ちゃんと最後まで集中して見れるっていうのは、その説得力があるからこそなんだなってすごく思うので、なんか自分の知らない世界がここにはやっぱりあるんだっていうのを感じながら見てもらえたら楽しめるんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、今回あの、まあ、6つのエピソードに切ってて割と見やすくはなってるかなと思うので、そこは本当多くの方々にご覧いただいて、あの、まあ、本当老若男女捕まらない見れる映画になってるかなと思うので、ぜひあの劇場に足を運んで、まあ、DVD 配信にもなるかと思いますので、そこでご覧になっていただければなと思ってます。